はい、皆さん、モゴーと申します。ランデンさんよろしくお願いします。ドーブルダークライ、もうこの時点でもう催眠の予感がプンプンするんですけども、ドーブルダークライ、さらに、真ん中炎タイプ2体、そして下に、ペロリームと、なんか、新環境、サンムーンで弱体化するカンガルーがいます。で、一方、こちらがフローゼル、ヘルガー、オクタン、ヌオ、ギギギャル、クチートという組み合わせなんですけれども、まあ多分ダークライ絶対来ると思うんで、まあ、ギギギアル戦法はありかなと。で、ちょっと他の受けとして、ヌオーはやっぱ欲しいかなと。炎タイプ受けとしてね。で、オクタン。この組み合わせでいけるんちゃうかな。オクタンが多分誰にも弱点つかれない。相性いいはず。で、ギギギアルはギギギアルで、催眠1回受けられるんで、催眠1回ラムで受けて、ギアチェンジしてからのギア操作で、上から叩くみたいな感じのことをやっていこうかなと思います。はい、マッチングいたしました。ドーブル。とりあえず当初の予定通り積みます。ギアチェンジ。オーゲー。うわ、星来た。まあ、これは予定通りね。で、これを一回ラムで受けます。ね。で、多分あれ、どうせタスキやろうから、そのタスキに対して、このギア操作でタスキを貫通するという、この完璧な流れね、これ。ね、タスキを貫通する2回攻撃やから。しかも元々の威力が50、50で100なんで、コメットパンチとかと同じなんですよね。命中が 90% と安定しないけど、まあ、でも、コメパンが85やから、それ考えたらほぼ上位互換。だギギエルはめちゃめちゃ岩沢持ってるはずやのに、何こいつ。うわー、出たよー。ワイルドボート、あれ先手取れた。なんでいけ。おー、倒した。強い。あ、急所か。これ何が 2連続急所やな、これ。反動にあるダメージを受けていく。ダークライ来たー。ただダークライを、ギアソーサーで突破できるのかどうか。コーサーまだダークライが、もうギリギリをもう目の前にして降参してくるっていう。どんだけだよ。あ、これと取るわ。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いいたします。ブリブリさんですね。と、クチーと、ポリツー、マリルリ、キノガス、エドラン、そしてジュペッタという組み合わせなんですけれども、どうしようかな。ヘルガー先方出すか、このパーティー当てやったら。いや、タコ行く？タコありじゃない？タコ行、いやでもキノガスは来たらきついな。キノガスは来たらギギギアルに変えればいいか。てか、そう考えたらもうギギギアル、いや、ちょっと待ってよ。これは、まあ、ごめん、タコはない。クチーと先方で行こう。クチーと先方で行って、で、オクタン。ヘルガーかな。はい、よろしくお願いします。多分、クチートがね、刺さるかなと。この特殊型クチートが。いろいろ刺していかなあかんわ。はい、よろしくお願いします。ブラネッタって何これ？あー、ジュペッタか。ジュペッタやったら、でも、ジュペッタやったらな、クチートでどうにかできへんから無理か。いや、いけると思うねんな。このジュペッタ多分前回も出たと思うけど、完全な特殊型です。力ずくの命の玉持ちの。うん。うわぁ、結構効くけど、トリックルーム使われていく。
やはりトリパですか。トリパだったらどうしよう。トリパやったらでも案外、多分置き土産かなんか売ってくんちゃうのって。奥田に変えようか。はい、ここ奥田に変えることによりもし道連れはちょっと困るな。どうしようかな。道連れは回避力関係ないからな。ダストシュートとかでちょっと茶の間を濁していくか。シャドクロ、え、いか、当たれ、ナイス、オッケー。これであれか、道連れを食らわないから、ムラッキーも発動すると、ここで一番いらん素早さが上がるっていう。まあ、多分ヤドランとかその辺が出てくるのやろ。チャッピングの、あー、キノガスとか。てかこれやったらどうな、抜けるんじゃないの。抜けるんじゃん、こっち抜けたりしないよ。でも先上がっちゃってるから、すごい。あ、マッパか。多分耐える、耐えない。しかも弾を持っているヘルガーだとマッハパンチ耐えられないんで、クチーといきますか。レートビームいきます。キノコ星、うわー、きつい。さあ、奉仕きつい、奉仕きついが、あれ、今ってトリックルームを解除されてない、あれ。ってことは素の素早さ俺の方が早いってこと、これガッサより。これ一旦で 目覚めたら熱いぞ。いけ、あ、帰ってきた。フラグ、あー、ヤドランか、ヤドラン、でもヤドラン、よし、目覚ました、来た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 、目覚ましたやった。でもこれヤドランがもしかしたら二重構造で、こいつ自身もあれ持ってる可能性あるかな、トリクルーム。いや、ただどれもが半減なんだよな、クチートのラスターカノン、キヤダマ、ダイモンジュ、エートビームって考えると、ちょっとここは様子見、まあ変えの、一応変えようか。とりあえず交換しよう。ヘルガーに変えて悪の波動一発当てる。役の波動持ってなかった気がする、このヘルガー。あー、やっぱこいつもトリパ持ってたわ。でもトリクルームは実際これが強いんだよな、一番。実際これが一番強いんだよな、トリクルームは。どうしようかな、一回守る、それとも不意打ち打とうか。不意打ち一回打ってみましょうか。一回不意打ち打とう。よし、通った。ってことは相手攻撃してる。波乗り、耐えろ、耐えていく。不意打ち読みでなんか警戒してくんのかな、相手。一回道連れ打ってみるか、これ。いや、とりあえず冬打ちかな。オッケー、バンテやった。で、多分落としきれないので、オッケー。まあ、普通にラスターカノン落ちますか。多分向こうに抜かれる。あー、文字持ってた、頼む、打ってあげてくれ。ちょっとこのクチーとさ、やっぱ何か補助技とか持ってるやつ、例えばその追い風エルフーンとか、あ、やっぱああいうのがおるパーティーに入れてあげないときついと思うわ。なんで次回ちょっとこの特殊型クチートにちょっともうちょっとスポット当てたら、ちゃんとそれ専用のパーティー組んでみたいと思います。はい。ではご視聴どうもありがとうございました。